バハードゥルシャー2世は北インドムガル帝国の第十七代君主。第十六代君主アクバル2世の長男。母はラールバーイ。1837年、バハードゥルシャー2世は62歳の高齢で転移を継承した。だが、この頃すでにムガル王朝の権力はデリー周辺にしか及ばず、インド内部はそれ以外の各地で、 地方勢力や欧州列強が入り乱れる作戦とした社会となっていた。特に1757年のプラスシーの戦いでフランスからインド植民の権利を勝ち取ったイギリス東インド会社の勢力は18世紀後半以降インド半島全域で大幅に拡大してゆき1845年から1849年にかけて宿戦争を起こして宿王国は滅ぼし、 いよいよ、イギリスが、インド全体の支配者になろうとしていた。1857年5月、インド大反乱が勃発すると、バハードル・シャー二世は、デリーに入場した、反乱軍によりその最高指導者として擁立された。だが、彼は、反乱軍に協力的ではなく、9月に、デリーが占拠されると、あっさり降伏してしまう。1858年、イギリスは、 バハードゥルシャー2世をビルマのラングーンへと追放し、これによってムガル帝国は終焉を迎えた。ハイは追放先のラングーンで一族と余生を過ごし、1862年に失意のうちに死亡した。バハードゥルシャー2世の即位式の様子を描いた絵画。横にはミコミールザー・ファトフル・ムルックとミールザー・ファルフンだ。 シャーがいる1775年10月24日、バハアドゥルシャー2世こと、ミールザー、アブーザファルは、ムガル帝国の皇帝アクバル2世とその、側室ラールバーイとの間に生まれた。当時、ムガル帝国は衰退の中にあり、あらゆる勢力の中で権威のために利用され、1788年には、祖父のシャーアーラム2世と、父は盲目にされてしまった。ムガル帝国は、 マラーターの保護下にあったため、1803年8月に勃発した第二次マラーター戦争にも巻き込まれ、9月にはデリーはイギリスの保護下に入った。父アクバル二世の治世、イギリスはあらゆる方法で定権を削り、皇帝の権威はデリー城の中でしか行使できなく、亡くなり、その年金生活者となっていた。提出の間でもうちは揉めがあった。 アクバル2世のヒム・ムターズ・マハルは、息子のミールザー・ジャハーン・ギー・ルバフトを皇太子に押し、父もそれを認めたため、兄でありかつ、諸子のミールザー、アブー・ザ・ファルは、定位継承者から外されてしまった。だが、1812年に、ミールザー・ジャハーン・ギー・ルバフトは、祭りの最中に、イギリスの駐在官を銃で射撃してしまったため、彼は、デリーから追放され、兄であるミールザー、 アブーザファルが再び皇太子となった。とはいえ、彼もまた皇太子時代にはイギリスと意見の食い違いから問題を起こしていたようである。1837年9月28日、皇帝アクバル2世は帝都デリーで崩御し、ミールザー、アブーザファルはバハーズルシャーの称号のもとを即位した。この時、彼の体官を取り行ったのは、 イギリスのインド総督代理だったことから、イギリス勢力の身長が伺える。バハアードゥルシャー2世のダルバール・バハアードゥルシャー2世は、その知性下、父アクバル2世と同様に、宮廷二礼やデリーを練り歩く、大行列をよく行った。彼はまたタコアゲと、そして父の時代より宮廷で流行したウルドゥーシにも、熱中し、その学者でもあった。バハアードゥルシャー2世は当時結出していた詩人として、 知られるガーリブ、ダーグ、ムーミン、ゾークなどを宮廷詩人として雇った。1847年以降雇ったガーリブはその中でも特に傑出しており、彼はバハアドゥルシャー2世の知性に多くの素晴らしい歌を残した。ただ、ガーリブはバハアドゥルシャー2世の詩の文体は簡単に真似ることができるものとして、その施策をあまり評価していなかったと言われる。一方、 ムガル帝国を保護しつつ、インドを侵略していたイギリスは、そのインド植民地化が最終局面を迎えようとしていた。1845年から1849年、かけて行われた2次にわたる、祝戦争で、イギリスは、祝教との祝王国に勝利し、パンジャーブなど、北西インドを併合して、全インドの植民地化を完成した。ムガル帝国も、例外ではなく、 1854年に、イギリスのインド総督、ダルハウジー公爵ジェームズ・ラムゼーは、バハードル・シャーに世ギの死後、その後継者は、皇帝ではなく、反王として扱い、ムガル帝国を反王国とすることを決定した。だが、ラムゼーのこの計画は、本国政府の反対で。このように、イギリスは、反抗的な勢力をインドから一掃するとともに、 ムガル帝国の名目的主権さえ奪おうとしたが、その前にイギリスによるインド支配に対する人々の不満が高まりつつあった。この頃、イギリスの長年の統治に対し、農民、商工業者、シパーヒー、宗教関係者、知識人、旧支配層らは憤慨し、鬱積していた。ことに、1856年2月のアワドハン王国の理不尽な併合によって、 それは頂点を極めた。バハードル、シャア賃貸した社会の中、東インド会社の抱える、インド人用兵の間では奇妙な噂が流れていた。イギリス軍では新たに、エンフィールド銃が導入され、その銃が彼らにも配給されるというのである。これだけならば、どうということもないが、そうはいかなかった。そのエンフィールド銃の薬莢の紙袋には、インドの気候でも、 最低三年は乾ききらないと言われていた牛と豚の油が濃厚に塗ってあったのである。当時の弾薬は薬莢を口で噛み切らなければ使えなかったので、もしこのような銃を用いるとしたら、セポイたちは戦闘時に宗教的禁忌を犯し、ひいては神を失うことにつながったことになる。シパーヒーたちは牛を神聖な動物とするヒンドゥー教徒と、 豚を不条な動物とするイスラーム教徒が多数を占める集団であり、牛や豚の油にまみれたものを口に含むという行為は、到底容認できるものではなかった。しかし、イギリスの司令官は拒否したシパーヒーを投獄したため、他のシパーヒーを激怒させ、5月10日に彼らはメーラトでイギリス人の指揮官らを殺して、デリーに向けて進軍した。メーラトで反乱を起こしたしパーヒーは、 デリーに向かい、翌11日には、デリーで、シパーヒーや、市民も呼応して、イギリス人を追い出し、彼らを迎え入れた。シパーヒーは、デリー城に入城した後、ムガル帝国の皇帝バハードルシャー2世を、反乱軍の最高指導者として擁立し、ムガル帝国の統治復活を宣言した。バハードルシャー2世は、 反乱にあまり乗り気ではなかったが、彼らに身を委ねるほか選択肢はなかった。その夜、彼はヒンドースターンの皇帝としてイギリスに宣戦線布告する原文を発した。その文書にはこのように記されていた。これを機にイギリスの統治に不満を持っていたインド各地の農民、商工業者、シパーヒーラは放棄し、反乱の中心地であるデリーを目指した。また、 アワド藩王の一族、マラーター王国の最小の養子ナーナーサーヒブやその、武将ターンティア統ペイ、ジャーンシー藩王国の王妃ラクシミーバーイー、ビハールの領主君アールシングラ旧支配層も立ち上がった。降伏するバハードルシャー2世デリーの反乱政府では、皇帝バハードルシャー2世を名目上の君主とし、執行機関として、兵士6人と一般人4人からなる。 行政会議が結成され、反乱軍装対象をバフト・ハーンに決定した。行政会議はザミン・ダーリー制を廃止し、実際の土地工作者にその土地の権利を認めるなど、民主制に似た体制が樹立された。イギリスが最も重視した地域は、北部の三つの都市デリー、ラクナウ、カンプルト・マラーターが制圧した中部インドであった。8月にはまだ勢いがあった。 反乱軍も、シパーヒーラ指揮官としての経験不足や、9月になると、その勢いを落とし、戦いを繰り返してもイギリス軍に敗れるようになった。やはり、イギリスとインド側反乱軍との間には、圧倒的な軍事力、組織力の差があった。そして、9月14日に、イギリス軍はついに、ムガル帝国の首都デリーに総攻撃をかけ、激しい戦いが繰り広げられた。 バハードルシャー2世は包囲攻撃しているさなか、ヒンドゥー教徒とイスラーム教徒の協力関係の維持に尽力したが、もともと反乱には乗り気ではなかった。彼はやがて降伏を決意した。バフトハーンは降伏に反対したが、二0日と彼はその一族と混乱の中で降伏し、21日までにイギリスはデリーを制圧した。デリーではイギリス軍による報復として、 略奪と無差別に悪殺、破壊行為が行われ、その最中に皇帝の息子、ミールザー・ムガルト・ミールザー、ヒズル・スルターン、孫のミールザー、アブー・バフトが、ウィリアム・ホトソンによって殺害されてしまった。そして、ヒンドゥー教徒は1858年1月まで、ムスリムは1859年1月までデリーに戻ることを許されなかった。判断は、 最大の激戦地アワドへと移り、各地の反乱は、次第に鎮圧されていき、1858年6月20日には、ラクシュミーバーイーの拠点で、反乱軍最後の拠点でもあった、クワーリアル城が陥落し、同年7月8日、インド総督カニングは反乱鎮圧の宣言をした。同月になあなあ、サヒブが消息をち、バフトハーンとターンティアーーーはゲリラ戦を続けたが、 1859年までに、それぞれ処刑あるいは戦死し、同年中頃までに大反乱は終結した。捕らえられたバハードルシャー2世追放の前後に、撮影されたバハードルシャー2世1857年9月に、バハードルシャー2世は捕らえられた後、デリー城で裁判を受け、1858年3月29日に、イギリス国王に対する反逆罪を宣告されて廃位された。 同年5月、彼は一族と共にビルマのラン軍に追放された。同年8月2日、イギリス議会はインド統治改善法を可決し、イギリス東インド会社に大反乱の全責任を負わせ、そのすべての権限をイギリス国王に移譲することにした。そして、同年11月1日イギリスはインドの直接統治を宣言し、ここに1 7代332年続いた。 ムガル帝国は滅亡した。こうして、バーブルがパーニーパットの戦いでローディアサを倒して、ムガル帝国を創始してから332年、またティムールが中央アジアで大帝国を築いてから488年が経っていたこの年、各してムガル帝国は滅亡した。なお、白髭を蓄え、ルタクチへ送られる83歳のバハードルシャー2世の姿が、 白黒写真にて残されている。背景は、ルタクチラングーンで一族と余生を過ごし、それから4年後の1862年11月7日にで死去した。老帝が追放先で読んだ詩は、悲哀が漂う、静絶としたものであった。バハードルシャー氏後、1877年1月1日、イギリス国王がインド皇帝として即位し、 インド総督が福王を兼任するインド帝国が成立し、イギリスは名実ともにインドの支配者となった。このような経緯からインド国民という概念を誕生させたのは皮肉にもイギリスの統治であったと解する説も見られる。バハアドゥルシャー2世イギリスの植民地行政官トーマス・メトカーフはバハアドゥルシャー2世の人物像を彼は穏やかで才能があるが、 嘆かわしいことに虚弱で、優柔不断と語っている。彼はまた、皇帝の重要性に対するひどく誤った考えに、感銘を受け、屈辱的な思いをさせられることが多く、時に、地方当局と問題を起こすことがあるとも評している。バハードルシャー二世は、父アクバル二世と同じように詩人であり、詩を作るときは、自身の名、ザガルオガゴーとした。 このザファルは、勝利を意味する語でもある。性質、編集ズイーナトマハル系8人。即室、編集など、計47人。ミールザジャワーン・バフトと、ミールザシャー・アッパース系22人。計32人。ありがとうございます。